そういえば、しばらくカードゲームをしにキャッチテールに行ってないな。リオナのやつ、最近は忙しくしてるのかな。時間があったら見に行ってみようぜ。ショック、律令、呪言。ふぅ、それ以上聞かないでくれ。こっちは予選の段階でもう落ちてるんだ。お前は？私だって、ティミー君っていう子に負けてしまった。普段はハトに餌やりばかりしてるみたいだけど、カードゲームがあそこまで強いとは。そろそろ大会が始まるんじゃないか。見に行ってみようぜ。誰が優勝賞金を手にするのか気になるし。今の聞いたか？賞金だって。それにカードゲームとか大会ってきっと七星召喚のことだよな。うん、リオナに聞いてみようぜ。間違いではありません。2つ生えていますよ。触ってみますか？うわー、じゃあ分かれ目のところって痛む？どっちが先に生えてきたの？寝てる時意思に反して暴れ出したらどうするの？それは、あれ、答えにくいことだった？私、尻尾が2つ生えてる人って見たことないにゃ。ディオナ、誰と話してるんだろう。あの子の服装からすると稲妻から来てるっぽいけど。そう慌てないでください。あなたもすぐ尻尾が2つ生えてくると思いますよ。あ、私も尻尾が2つ生えてくるの？はい、
あなたも妖怪でしょ？もう人間の姿に化けられるなんて、きっと妖力が強いのでしょうね。私も木登りをしている時に、いつの間にか尻尾がもう一本生えていました。私みたいなのを人々は猫股と呼ぶとか。妖怪？猫股？違う違う、勘違いにゃ。この耳と尻尾は私たちカッツェレイン一族の血統を象徴したものなの。え？モンドの妖怪じゃなかったのですか？モンドにはそんなのいないよ。お姉ちゃん、初めてこっちに来たの？はい、会社の業務拡大のおかげでこうして違う都市に行けるようになったのです。うわっ、おしゃべりに夢中になっていて次の配達時間に遅れてしまいそうです。カッツェレイン一族のディオナさん、お荷物は確かに受け取りました。コマニアをご利用いただき誠にありがとうございます。時間があったら遊びに来てね、お姉ちゃん。稲妻では妖怪しか尻尾が生えてないのかにゃ。あれ、旅人にパイモン？あなたたちもモンドに来てたの？オイラたち、しばらくキャッツテールに来てなかっただろ。あ、そうだ、さっきのやつは？ああ、彼女は稲妻の国際的な物流会社コマニアの配達員だよ。お？キャッツテールって外国の事業と提携でも始めたのか？うん、あるお客さんが荷物をここに預けて配達会社にお店まで集荷するよう頼んだだけ。これくらい別に構わないにゃ。あなたたちも稲妻に行ったことあるんだよね。稲妻には本当にお姉ちゃんみたいな妖怪がたくさんいるの？うん、でも尻尾が2つ生えてるのって、オイラも旅人も初めて見たよな。機会があったら見に行ってみたいにゃ。そういえばここには何か用事があって来たの？あ、そうそう、忘れるとこだった。ディオナは最近開催してる七星召喚の大会を知ってるか？賞金があるやつなんだけど。大会？ああ、冒険者協会が最近開催してるあれのこと？確かに規模は大きいね。ポスターも稲妻から輸送されてきたものらしいし。でも、私はお店があるから申し込んでないの。だから詳細はわからないにゃ。マーガレットさんに聞いてみて。そっか、わかった。もし賞金を手に入れたら、ディオナに美味しいもんをおごってやるからな。ふん、当然でしょ。あの時カードゲームを教えてあげたのはこの私なんだから。
見送りはしないからね。この時間帯ならマーガレットさんは合成台近くの噴水を散歩してるはずだよ。よし、早速行ってみようぜ。旅人にパイモン、久しぶりね。モンドに戻ったのはカードゲームをするためかしら。別に毎回カードゲームをするためにモンドに戻ってるわけじゃ。あれ違うの？てっきりあの召喚王グランプリに参加するのかと思ったわ。召喚王グランプリ？ディオナから冒険者協会が主催してる大会があるって聞いたけど、それのことか？そうよ。ここ最近七星召喚をやる人も増えてきてね。冒険者協会は年ごとに会場を設けて召喚王グランプリを開催してるの。商品もとても豪華なのよ。モンドエリアはもう決勝戦まで進んでる頃かしら。大会の商品だけど、君たちとはおそらく無縁かもね。え、そんな、ディオナにご馳走するって言っちゃったのに。まあまあ、今回逃してもまた次があるわ。カードゲームがこんなにも人気になるなんて、最初は誰だって思わなかったでしょ。七星召喚を考案した人は今頃きっとお喜びしてると思うわ。なんせ自分が作ったゲームがこんなにも人気になってるんだもの。おう、ゲームってのは遊ぶ人が多ければ多いほど楽しくなるもんな。正式な大会には参加できないけど、プレイヤーたちが自主的に開催してる民間の大会には興味あるかしら。民間の大会？ええ、正式な大会がワクワクするものなのは確かね。でもプレイヤー魂に一度火がついたらもう止まらないわ。だからみんなより多くの人向けに民間の大会を開催してるの。いつでも申し込みできるし、何度だって挑戦できる。デッキも最初から組んであるわ。それに商品もなかなかいいらしいわよ。おお、じゃあ後で見に行ってみようぜ。教えてくれてありがとうな、マーガレット。どういたしまして。会場には屋台や他のレクリエーションも並んでるから、ぜひ行ってみてちょうだい。昔の友達にも会えるかもしれないわよ。それじゃあ私はこのまま散歩に戻るから、失礼させてもらうわ。お前の実力ならチャンピオンなんて楽勝だと思ってたのに。いいよ騎士、
破竹の勢いで召喚王グランプリのチャンピオンに。悪くないだろ。私の聞き間違いじゃないよね。お二人は何かとんでもない特ダネを画策してるのかな。うわぁ、お前誰だ。何盗み聞きなんかしてるんだよ。まあごめんごめん、職業病でね、つい聞き耳を立てちゃってた。自己紹介させてもらうね。私はフォンテーヌから来たスチームバード新聞社の記者シャルロット。今回召喚王グランプリに関する記事を書くためにここに派遣されたの。スチームバード新聞社？スチームバード新聞社はフォンテーヌに本社を置く、さまざまな地域でかなり高い影響力を持つ新聞社よ。モンドにも専属ライターがいるの。へえ、そうなのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。さっきはとんでもない得だねって言ってたよな。何かあったのか。ほう、お二人はどうやら興味があるみたいだね。何を隠そう、今回の召喚王グランプリにはすごいスクープが潜んでると記者としての勘が教えてくれてるの。スクープ？その勘って信じられるのか？もちろん。なぜならさっき会場にカード怪盗が出没したのを目撃したんだから。カード怪盗？そう、彼はプレイヤーの目を盗んで相手のカードを吸ったの。ただ私が追おうとした時には怪盗はもう姿を消してたけど。でもなんでカードなんか狙うんだ？我々新聞記者がその不可解な部分をどんどん掘り下げていって自分だけの独占記事にするのよ。どうかしら、この私と一緒に大会の裏に隠された真実を暴いてみる気はない？気にはなるけど。でもどうして他のやつじゃなくてオイラたちに？そんなの言うまでもないでしょ。君たちはモンドを救った栄誉騎士、ディーウェの仙人と肩を並べて戦った大英雄、稲妻の鎖国令を解除した功労者、スメール教レインを救った。ああ、わかったわかった。いつの間にかオイラたちの肩書きってこんなに長くなってたんだな。おいおい、それを聞くのが目的になってどうするんだよ。安心してちょうだい、私と協力するメリットだってもちろんあるんだから。独占記事のライター名のところに君たちの名前を入れてあげるわ。それに私の新聞社での人脈を利用すれば君たちのフォンテーヌでの旅もより便利になるわ。新聞に広告を載せることだって簡単にできちゃうんだから。悪くなさそうだけど、お前はどう思う？それじゃあ決まりね。百聞は一見にしかずってこのことよね。噂の旅人ってやっぱり優しいわ。
ただ怪盗のことを調べる前にちょっとした用事を済ませないといけないの。スチームバード新聞社に寄稿してるモンドのライターさんがいるってさっき言ったでしょ。その人って結構読者に人気でね、新聞社がボーナスを出すことになったから、私はついでにそれを届けることになってるの。じゃあこれからそのライターのところに行くのか。うん、先生の住所は分かってるから安心して、ちょっと歩いてボーナスを届けるだけで終わりよ。でも君たちなら私の言ってる人が誰だかわかると思ったけど、その先生は君たちの知り合いのはずだから。知り合い？モンドには知り合いがたくさんいるからな。まあいいや、とりあえず案内してくれ。もう一体誰のことだろう。モンド城にマイホームを持ってるから相当裕福なお友達でしょうね。金持ちの友達って結構いるし、誰のことかいまいちピンとこないな。ほうほう、それも大英雄の人脈ってところかしら。先生にボーナスを届けてくるから、ちょっと待っててね。あれ、ここって…どちら様ですか？何のご用でしょう？あれ、旅人にパイモン…どうしたんですか？それにこちらは…あなたがアストロギスト・モナメギストス先生ですね。お噂は金々伺っております。私はスチームバード新聞社の記者、シャルロット。今回お伺いしたのは、寄稿コラムが長きにわたり好評なため先生にボーナスを届けるようにと新聞社に言われたんです。モナの名前を一発で正しく言えるなんて。シャルロットさんですね。歓迎します。それとモナで大丈夫ですよ。フォンテーヌから遠路はるばるお疲れ様です。とんでもありません、ついでにお伺いしただけですから。モナが書いてるコラムって外国でそんなに人気なんだな。あれ、言っていませんでしたか？ずっとスチームバード新聞社の星座占い相談コラムに寄稿しているんです。ボーナスのことは編集長の手紙で伺っています。いつ届くのかと思っていたところです。シャルロットさんのおかげで助かりました。あれ、その言い方ですとモナ先生はもしかしてお金に困っていらっしゃるのですか？そんなことはありません。ただボーナスがあると知って生活費を高い機材セットに当ててしまっただけです。ひひっ、モナらしいな。ふむふむ、有名な先生術師が食うに食えず
果たして先生術で将来は見えるのだろうか。この見出し悪くないわ。モナって実は金持ちなんだよ。でも普段は先生術の研究で出費がかさんでるから。すごくお金を持っているというわけじゃありませんけど、それより旅人とパイモンがモンドに戻ってきたのは何か用事があったからですか？最初は昔の友達を見に来ただけだったんだけど、途中でいろいろあって今はシャルロットと一緒にカード回答の件について調べてるんだ。そういえばモナ先生はあの召喚王グランプリに出なかったんですか？結構賞品が豪華らしいですよ。最近は研究ばかりしていますから大会に参加する暇がないんです。それに参加したからって必ず優勝できるとは限らないでしょ。そうですか？先生術で相手のカードを占えば必ず勝てると思ってましたけど。偉大なる先生術をそんなことには使いません。それにそんなことをしたら他の選手にとっても不公平でしょう。モナ先生って学術的なレベルが高いだけじゃなく、生き方もまっすぐでモラルのある方なんですね。当たり前じゃないですか。それよりあなたたち、また変な事件に巻き込まれたんじゃないですよね。そのカード回答っていうのを私が占ってあげましょうか。いいえ、お気持ちは嬉しいですけど大丈夫です。モナ先生の先生術で謎を解いてしまったら、このシャルロットの独占記事とは言えなくなってしまいますからね。ご安心ください。記者には記者なりの解決方法があるんです。そうですか、わかりました。では調査がうまくいくよう祈っています。ボーナスを届けてくれてありがとうございました、シャルロットさん。編集長にもよろしくお伝えください。ええ、約束ですよ。それじゃあそろそろ会場へ行ってみましょうか。モンドエリアの決勝戦がもうすぐ始まるだろうからね。うん、決勝戦に参加するのってどんな二人なんだろうな。旅人にパイモンじゃないか。久しぶりだな。俺とティミーの決勝戦をわざわざ見に来てくれたのか。おお、ガイアが決勝まで残ったんだな。騎士団の仕事は大丈夫なのかよ。なんだかいつもサボってるような。おっと、何を言うかと思えば、俺はちゃんと仕事を済ませてから大会に参加してるぞ。
酒を飲んでカードゲームをやる。これこそ仕事外の時間を楽しむ際の最高の過ごし方じゃないか。おっと、今のはディオナに内緒にしといてくれよ。カードゲームといえば、ガイアは試合中に誰か怪しいやつを見なかったか？例えば、他の人のカードを盗むやつとか。他人のカードを盗む？いや、見てないな。少なくとも俺が試合していた時にはいなかった。どうしたんだ急に。それがな、さっきフォンテーヌから来た記者に会ったんだけど、あれ、シャルロットはいつの間にいなくなったんだ。くぅ、あいつ一人で美味しいもんを食べに行ったんだな。フォンテーヌから来た記者か。はあ、スチームバード新聞社のあの人のことか。騎士団の来訪者リストで見た記憶がある。そうそう、そいつだ。会場に出没したカード怪盗を見たって言うから、オイラたちそいつと一緒に調査してるんだ。カード怪盗、ほう、面白そうだな。だがパイモン、その怪盗のターゲットはカードで間違いないのか？え？どういう意味だ？皆さん、決勝戦が間もなく始まります。選手のお二方は準備をお願いいたします。あいにくこの話はお預けのようだな。ああ、安心してくれ。頑張れよ、ガイア。また後でな。この決勝戦、どっちが勝つと思う？おお、ティミーって強いもんな。今回の大会の優勝者って多分新聞に載るよな。あ、新聞といえば大会の報道ってシャルロットの仕事だぞ。うん、あいつまさかモンドの屋台に気を取られてるんじゃないよな。探してみようぜ。セピュロス騎士団の栄誉のために必ず勝ってください、ガイア隊長。ティミー君には勝ってほしいな。そうすれば少なくとも私はチャンピオンに負けたって言えるし。なかなか面白い考え方だな。ただ俺が思うに、あいつはあの騎兵隊長に勝てないかもしれないぞ。この会場の雰囲気俺まで緊張してきちまったぜ。全力を出してこの勝負に勝つ。全力を出してこの勝負に勝つ。
この会場の雰囲気俺まで緊張してきちまったぜ。わらわにとって普遍も一種の美、はあ、じゃが知り合いに会ってたんでしょ。積もる話もあるだろうし、邪魔をしたら悪いかなって。ガイアは今回の決勝戦に出る選手の一人なんだぞ。てっきりあいつを取材するもんかと思ったけど、お前大会を報道する記者なんじゃなかったのか。まあまあ、大会の記事なんて目をつむってても書けちゃうから。それよりあそこの二人を見て。さっきから気になってたんだけど、あの二人の行動ってすごく不自然なの。ずっと人の視線を避けてるし、何か知られちゃいけないことをしようとしてるみたい。え、まさか本当にカード怪盗がいるのか。静かに。悟られちゃダメよ。決定的な証拠を出したら私の写真機で。ってちょっと、なんで一人しかいないの。もう行っちゃったぞ。追いかけましょう。シャルロットってなんか手慣れてるよな。こういうこと今までもたくさんしてきたんだろ。褒めすぎよ。フォンテーヌの有名人はみんな姿を隠すのが上手だから、これぐらい大したことないわ。いやいや、別に褒めてないぞ。さて
あの人はモンド城の側門へ向かったわ。気づかれないようにこっそりついていきましょう。城門から外に出たぞ。どこまでついていけばいいんだ。このままじゃガイアとティミーの試合に間に合わないぞ。止まったみたい。ここで様子を見ましょう。なんでこんな遠くまで来たんだろう。まさか何かを隠そうとしてるとか。あいつうずくまって頭を抱え始めた。って違う、報道団だ。あいつ狙われてるぞ。早く助けてやろう。助けて、助けてくれ。モンド城のこんな近いところになんで砲塔団がいるんだ。チョック、呪言。チョック。律令、呪言。チョック。大丈夫か？ああ、助かった。もうおしまいかと思ったよ。さっきの砲塔団の人とは知り合いだったの？なんだか君を狙ってた気がしたけど。知り合いなわけないだろう。私はただ散歩を、ここを散歩してたらなぜかあいつらに囲まれたんだ。へえ、つまりあの人たちが君を狙ったのも君が会場で怪しい取引をしたからじゃないってことね。取引？何のことかよくわからないんだが。あら困ったわね。私って新聞記者なの。さっき会場で取材してた時、君がこっそり誰かと取引してたところをちょうど写真機に収めてね。
取材しようと思ったけど、君がトラブルに巻き込まれた上にさっきの取引まで否定したとなると、うん、この証拠は騎士団に渡した方がいいかしら。やめてくれ、言うから認めるから。別に知られちゃまずい取引なんかじゃない。シャルロットのやつ、ハッタリがうまいな。さっきは何も取れなかったのに。会場にいたら、私が使ってるカードの裏面を高値で買い取ると急に声をかけられたんだ。値段を聞いたらびっくりするような額でね。ほう、どんな裏面なの？雑貨店で適当に見つけた裏面のセットだ。宝箱の絵が描いてあってすごく安いやつなんだけど、あの人はなんと3倍の額を出して買ってくれた。それも現金で。あまりに信じられないことが起きたから、人が少ない場所で受け取った金を確かめようとして、そしたら宝刀団に。その裏面のセットをどうして欲しがってたのか、相手には聞かなかったの？それは聞かなかったな。最近七星召喚が流行ってるだろ。みんな工夫して自分のカードをかっこよく見せようとしてるから、別におかしいとは思わなかったのさ。でもそれを渡したら彼はほっとしたようだった。モンドのはこれで全部集まったとか、次はリーユエに行くとか言ってたな。本当に出任せじゃなくて？ああ本当だ、確かにこの耳で聞いた。私がその裏面を渡すと、彼は肩の荷が降りたかのような感じだった。とても真摯な感情が伝わってきたよ。あの裏面ってそこまで金になるのか？お金になるかどうかはわからないけど、ご自身の安全のためにも騎士団には報告した方がいいと思うわ。だって知られちゃまずい取引じゃないでしょ。そうだな、その通りだ。早速騎士団に報告しに行くよ。あいつの話だと、相手はただレアなカードの裏面を集めてるやつみたいだけど、本当にシャルロットが探してる人なのかな。やっぱりちょっと引っかかるわ。様々な国を行き来して雑貨店で売ってるような裏面のセットを高値で買うなんて、そんな人本当にいるのかしら。そのセットの背後にはきっと知られざる秘密が隠されてるに違いない。そう私の勘がささやいてるわ。これぞスクープの匂い。アルベドみたいな有名な画家が描いたとか、その裏面のセットの価値は知る人ぞ知るみたいな。とにかくこの手がかりを追い続ければ間違いないはずよ。相手の顔はよく見えなかったけど、体型や身のこなしが前に見たカード回答とそっくりだったの。多分同じ人物だと思うわ。今回直接手を出さなかったのは、おそらく会場で人目が多かったからね。だから比較的穏便な方法を選んだんでしょう。となると次はリーユエに行くんだよな。やったな、また友達にたくさん会えるぞ。でもその前にまずはガイアに挨拶しとこうぜ。決勝戦の結果が気になるしな。うん、私も一緒に行くわ。
それでは結果を発表します。今回の召喚王グランプリモンドエリアのチャンピオンはティミー君です。うわ、すごいぞ、ティミーが勝ったって。やれやれ、負けちまったな。相手が強すぎた。一時も気を抜けなかったぜ。慰めはいいさ。それより、こちらがお前たちの言ってたフォンテーヌの記者、シャルロットさんだろ？ようこそ、歓迎するぜ。俺はセピロス騎士団騎兵隊長のガイアだ。モンドを楽しんでるか？ええ、お気遣いありがとう。モンドは自由と鹿の都だって昔から聞いてるし、ここの雰囲気も噂通り穏やかな香りが漂ってるわ。気に入ってくれてよかった。そうだ、さっき急いで側門へ向かうのを見たんだが、何かあったのか？試合中ずっとそのことが気になっててな。なるほど。ガイアが言ってたカード回答の本当のターゲットだけど、その答えってカードの裏面なんだよな。どうしてそこまで裏面にこだわってるかはまだわかんないけど。ああ、お前たちと一緒にリーユエに行ってやりたいところだが、俺にはまだ騎士団の仕事が残っていてな。それに当面の急務はモンド周辺の警戒を強めることだ。最近砲塔団がますます活発になってきているからな。安心しろ、何か情報があったらお前にも教えてやる。シャルロットの勘が正しければスチームバード新聞でその独占記事を読めると思うぞ。ああ、それじゃ楽しみにしてるぜ。ありがとう。それじゃあ今晩は一休みして明日リーユへ出発しましょう。今日起こったことを整理して記録する時間もちょうど必要だからね。あ、そういえばずっと聞きたかったんだけど、このポスターに書いてあるのって七星召喚の考案者の二人だよな。かなり若そうだけど。彼らに関する噂は少ないのよね。名誉を気にしないからか、あんまり外出しないからか、この人たちに会ったことある人ってほとんどいないの。ポスターはイメージで描いたものだろう。重要なのは大まかな特徴で細部じゃない。二人は控えめな学者ってことか。おいらだったら会場でサインしたりカードを売ったり、おまけにタダで飲み食いしたりしてるだろうけど。そいつは俺も同感だ。みんなで七星召喚でもやったらもっと楽しいだろうな。実はこっちに来る前に資料をたくさん読んだの。その二人を取材しようと思ってね。でもどの資料にも二人の住所は書いてなかった。七星召喚のイベントに出たっていう記載もなかったわ。まるでこのゲームを作った後一度も遊んだことがないってそう言ってるみたい。遊びたくない、あるいは遊べない理由でもあるんだろうな。
今回の召喚王グランプリには参加してくれるかしら。それはお前らの運次第だろうな。ただ俺の経験から言わせると、旅人の運はそう悪くないはずだぜ。そうなの？なら安心したわ。とにかく、今はあの怪盗を捕らえる方が重要よ。スネージナヤにはこういうことわざがあるらしいわ。二頭追う者は一頭も得ずってね。でもオイラと旅人なら手分けして探せるけどな。ふう、いっぱい話したらお腹が減ってきたぞ。これからのことはまた後で考えよう。まずは食べ物を探しに行こうぜ。なかなかいい生き方だな。もしよかったら近くの屋台を見て回るといいだろう。最近は大会に引き寄せられて人が集まってるから会場には楽しいもんがいっぱいあるぞ。お、いいな。ありがとな、ガイア。隊長 VS 天才腐敗少年、湖の都で新鋭登場。この見出しだと見栄えは十分だけどインパクトが足りないかな。セピロス騎士団トップレベルの頭脳派、わずか5ラウンドで橋の少年に敗れたり、麦の穂のような輝かしい逆転勝利。やっぱり最初の案を採用しようかしら。さっきの試合素晴らしかったな。あのティミー君だがすごいポテンシャルを持ってやがる。まさか本当にティミー君が勝つとはね。私も負けて惜しくはない。栄誉ある敗北だった。ママが僕の背中をずっと押してくれてたんだ。だから商品は全てママに送るつもり。今の僕の姿をパパにも見てもらえたらな。もう終わった。遅れちゃった。ミカ、見られなくて残念だったな。ガイア隊長がまさか負けるとは。兄さん、一体何があったの？ああ、
俺は七星召喚にあんまり詳しくないからみんなの話を聞きながら戦況を理解したんだが、最初ガイア隊長はすぐ相手のカードを1枚倒して優位に立ったんだ。でもそれはどうやら相手の戦略だったらしい。あのティミーという子は前の数ラウンドで集めた手札を使い最後に驚くべき威力で畳みかけた。いや、あの勝負はそもそもガイア隊長が後手を引いた時点ですでに決まっていたのかもしれない。はあ、一杯やりたくなってきた。兄さん落ち着いて、今はやけ酒している場合じゃないでしょ。僕の知っているガイア隊長なら自分のために悲しむ顔なんて見たくないと思う。それより僕たちもカードゲームを覚えてみよう。次はガイア隊長と対戦できるかもしれないし。ひどく負けちゃいそうだけど。ああ、その通りだな、ミカ。よ、まだ何か話したいことでもあるのか？最近このカードゲームは本当に大人気でな。まるで生活の一部になってるみたいだ。どこに行っても遊んでる人がいる。そしてゲーム中に頭の回転を鈍らせないために酒をやめたっていう人まで現れた。ディオナが知ったら喜ぶだろうな。安心しろ、みんな元気にしてる。一緒にカードゲームをやろうとジンを誘ったことがあるんだが、その日は結局途中で呼び出されちまってな。残りは俺一人でやることになった。まあ仕方ないさ、人にはそれぞれの役割があるからな。でも今回の大会が成功してみんなが楽しんでるところを見ればジンもホッとするだろう。最近このカードゲームは本当に大人気でな、まるで生活の一部になってるみたいだ。どこに行っても遊んでる人がいる。そしてゲーム中に頭の回転を鈍らせないために酒をやめたっていう人まで現れた。ディオナが知ったら喜ぶだろうな。ああ、機会があったらお前とも七星召喚をやりたいな。よう、まだ何か話したいことでもあるのか？ああ、機会があったらお前とも七星召喚をやりたいな。